疲れた。あれなら霧ヶ谷さんなんとかなりそうかも。でも意外だったな、さよ先輩とカオルさんがあんなにいいコンビだなんて。性格と考え方も全く違うからちょっと心配だったんだけど。あれ、さよ先輩、え、何があったの？難しい顔してたけど。うまくいってたと思ってたのに。私がいない間に穏やかじゃない展開？一体どういうこと？また新しい使い方が出てきたけれど。さよ先輩？さよ先輩もカフェで休憩ですか？奥沢さん。ええ、風に当たりたくて。それと今のうちにまとめておきたいことがありましたので。まとめたいこと？そうだわ、奥沢さんなら。奥沢さん、伺いたいことがあるのですが、お時間いいですか？え、あ、はい、私でよければ。ありがとうございます。それではこのノートを見てもらえますか？ノート？わ、何ですかこれ。一面に儚いって書かれてるじゃないですか。霧ヶ谷さんのレッスン中に瀬田さんがよく使う儚いという言葉を全て書き出してみたんです。全て？なんでそんなことを？儚いという表現は抽象的です。霧ヶ谷さんがその解釈を間違えて受け取る可能性がありましたので、その用途をちゃんと分類できないかと思いまして。儚いを分類？考えたことありませんでした。それに瀬田さんは私には思いつかない方法で霧ヶ谷さんのギターのレベルを上げました。固定観念にとらわれていてはより良い成果を得ることはできない。まさにその通りです。私も瀬田さんのように柔軟な考え方ができるようになれば今よりもギターのレベルを上げることができる、そう思ったんですが。ですが？その儚いには予想以上に用途が多くて。儚い演奏、儚い音、儚い心、このような使い方はまだ理解できるのですが、中には理解できないものもありまして。それで私に聞こうと思ったわけですね。はい、奥沢さんはよく瀬田さんの通訳をされているので。まあ、カオルさんとはなんだかんだ付き合いが長いのでなんとなく言いたいことは理解できますけど。ちなみに理解できない儚いってどれですか？まずはこれです。この儚さと華やかさの間で揺れるフレーズというのが。あ、多分その儚いは。なるほど、儚いにはこんな意味も隠されていたのね。奥沢さん、ありがとうございました。儚いについてまた一つ理解を深めることができました。どういたしまして。私にもわかるものでよかったです。奥沢さんにもわからない儚いがあるんですか？あ、もちろんですよ。というか本人もちゃんと考えて使ってるわけじゃないと思いますよ。え？カオルさんの場合だいたいフィーリングだと思います。なので深く考える必要はないかなと。ではこうやってノートにまとめても意味はなくないとは思いますけど。そうですか。実は以前宇田川さんの言葉を翻訳しようとノートにまとめた時もうまくいかなくて。フィーリング、私には難しい概念ね。奥沢さん、これからも瀬田さんのことを伺ってもいいですか？難しい概念ですが学んでいきたいと思いまして。はあ、構いませんけど。ありがとうございます。よろしくお願いしますね。さよ先輩、真面目だな。むしろその真面目さがネックになりそうだけど。こんにちは。あ、休憩中なんですね。
私はたまたま近くに来たのでゆっくりしていこうと思って。最近霧ヶ谷さんの練習で忙しかったですから。ほんとあの時はびっくりしましたよ。まさか私がギターの練習に付き合うことになるなんて。でもなかなか面白い経験でした。さよ先輩とカオルさんが教える様子を間近で見れましたし、あの二人って意外と息がぴったりなんですよ。確かに意見が違うこともありましたけど、なんていうかお互いの足りないとこを補ってたっていうか、さよ先輩がすごく理論的な教え方、カオルさんが感覚的なアドバイスをしてって感じで、絶妙なバランスでした。あとこれも意外だったんですけど、花園さんがうまく2人と霧ヶ谷さんの橋渡しをしてて、霧ヶ谷さんが2人の説明を理解できなかった時、分かりやすく補足していたんです。もしかしたら花園さんもさよ先輩もカオルさんもギターに真剣だから通じ合う部分があるのかもしれませんね。私は特に何も、専門外のことだったんで見守るくらいしか。あ、でも私ってさよ先輩と考え方が近くて、感覚より理屈っていうか。でもハルハピでカオルさんとかハグミとかココロとか感性の人とも散々触れ合ってきたので、どっちの言うこともなんとなくわかるんです。そう考えると花園さんの橋渡しをフォローしたり、私も少しは役に立てたのかも。あ、そろそろ戻る時間ですか。すみません、お話に付き合ってもらっちゃって。お仕事頑張ってください。私はもう少し一人の時間を楽しみます。どうせすぐハロハピのみんなに振り回されるだろうから、今日ぐらいはね。